YouTube をご覧の皆様こんにちは。じゃっち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 ゃっ。今日はね、料理動画まだちょっと話してないですよね。話聞いてない。今回も、はい、でこの間ですよ、あの2人でちょっとプライベートチョコ、まあ動画撮影なしで行ったんですけど、その時釣れたんですよね。あ、はい、はい、まあその時のイカがここにあるわけですよ。お、その時の釣ったイカが携帯の動画撮った分をちょっとどうぞ。浮いてきた。いいよいいよいいよ、カブトルから行く。うん、さすがにカブトル、いや500はありそうよ。500ジャストぐらい、500ジャスト。おめでとうございます。光が近寄ってきております。500ぐらい、同じぐらいやね。おー、いいよな。おー、いいよな。まだ逃がせるか。逃がせるなら、よかよ逃がして、うん。まあこんな感じでね、はい、釣ったんですよ、ね。でその釣ったイカがここに。でこれを使って、まあ料理をしていきたいんですが、はい、ちょっと質問があります。ずっと気になってたんですけど、はい、イカ絶対持って帰らないですよ。釣ったイカ持って帰らないんですよこの人。僕どんなにでかくてもキャッチ&リリースで。っていうことは、はい、アオリイカさばいたことないですよね。あの僕正直言いますか、はい、イカ怖くて、こう何でもするのも嫌な感じ。あ、そう、はい、触るのも怖い、はい、頭の方は何もしないんで、うん、触れるんですけど、あ、口の、あ、手とか長いじゃないですか。まあ長いですね。であれエギ持つってこう、こうしたらこう手伸ばせばある程度バーいけるでしょ。こうオクトパスタコヤは今日のね、企画はデン、マー君、初めてイカをさばいてみたちょっと待って触れる料理はでも嫌いではないですよね。嫌いじゃないですよね。嫌いじゃないですよね。じゃあできますよね。え、ググリなしってこと、ありってこと。あー、まあググリなしの方がいいんじゃないですか。え、何発するの。イカの天ぷらとイカフライ。米あるよね。米もあります。よし、こちらが、はい、イカですね。ちょっと出してもらいましょうかね、イカを。はい、大丈夫やね。なんか生きとらんわ。大丈夫やし。根拠ある？あるわ。死んだの根拠ある？あ、大丈夫。見てください、魚が死んだ目してます。死んでますから、だから、はい、あ、いいサイズですよ。すごいいいサイズ、うん、すごい。こんなもん、こんな感じ。来ない、もう死んでるんで大丈夫ですよ。キューバまだつくやん。つくよ、つくよ、まだつくよ。わかりますかね。ほら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 、見て、ついてます、ついてます。すごくない、ついてますね。これすごかね、うん、じゃあいきますよ。あ、よかですよ。いきます。はい、はい、墨袋は多分破ったらダメっていう。そう、そうですね。あそこ墨袋ありますからね。ありますか、はい、ありますか、はい、はいはい、じゃあこれいきましょうか。じゃあそこ行きますか。どうすか、だってこう行って行ってもいい。ごめんごめん、あ、ごめんごめん。あ、破けた。なんで墨袋破けた。破けた、破けたじゃないよ、破いたらダメって。いや、お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 、そんな感じでいく。お、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 上手上手。あらあら、行きましたね。完璧。行きましたね。はい。それ半ばどうなったと。どこ、これです。残っとんやん。どれ。どれ。食べとこや。あ、耳はまず取ろうか。あ、そうですか。はい。はいはい、了解です。はい。ね、こういう取るやつは知ってますから、ね。ああ、はは、なるほど。出ました。おお、取れましたね。くり抜くんすね。出てこないんすよ、これ最後が。あはんはんはん。おお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 、なるほど。スパゲティスタイルでいく。はい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 。手突っ込めばいいんじゃないですか。怖いんだもん。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。手突っ込んでください。ありましたか。おー、来た来た来た。いやいや、捨てて、こっちに捨ててください。内臓は全部捨ててください。はい、いいですね。 あ、これいいんじゃないですか。めちゃくちゃいいっ す。あ、ほんとですね。洗える。はいはいはい、洗ってみましょうか。はい、はい、あ、いい。
れはどうやって抜くか、うん、その状態で抜けんと今抜けたよっしゃオッケー、はい、その中場ちょっと見せてみてください。ほんと綺麗に取れとく。まあまあ横ですよね、はい、はい、いいと思います。分解終わりましたよ。分解終わりましたね、はい、さあどうしましょう。皮を剥きます。はい、皮を剥きますか、はい、はいはいはい。どこにありますか、どっからいきますか。剥がすテープの穴は元はテープじゃないよ。あ、ありましたか。あ、発見しましたね。見えちゃいましたね。はははは、はいはいはい、よいしょ。おおお、綺麗に剥いだ。おいいっすね。おおほほほほほ、お綺麗綺麗綺麗、剥げてる剥げてる。あ、いいですね。あの方は出てこないですよ ね、はい、こういう人いますよね。どういうこと。どういうこと。人ってないよ。ブーが出てこない人ってな。ビラフレがこう中に入っている人がいますよね、たまに。いますはい。あ、そうですか。こう交差されてこうどうどうこうできてます。イカリングのイメージそう、はい、お願いします。大きいからちょっと、はい、あ、いいですね。あ、生きてる生きてる生きてない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 。はい、じゃあ続いて僕の方が、はい、天ぷら用のイカさんですね。切ってしまうんですよね、最初。僕の場合こっちからいきます。そうですね。おー、なるほどね。裂いちゃうのね。裂いちゃうんですよね。はいはい、はい、イカスミですね、これが。はいはいはい、これを潰しちゃうともう終了なんで、こっちを持ってこうやるとデローンと取れると、切っちゃうと。これくちばし、あ、ね、あ、ここもこれ、こうやって取れます。はぁ、ね、で、ここのエンペラーの部分、はい、ここに皮が1枚入ってます。Yes, yes, yes, yes. ここに指を、親指を入れている。Yes. Good. Yes. あ、で、うん、この人、こっち、同じように。はい。はい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 。こいつらを、指と指を合わせて、押さえて、わー、いっぺんに。あ、痛い痛い痛い。痛い痛い。うわ。こう取れる。おー。もうこれ人なら拷問ですよね、皆さん。こういうやつで、チュッチュッチュッてしたら、なかなか剥がれんやないか。この膜があるんですよね、薄皮が。刺身とかこう食べるときはこの薄皮を取ってやんないとちょっと臭みが残っちゃう。あー、なるほど、はい、これ感じは見たことあるね。これで、うん、焼くもんね、このまま干したりするもんね。そうですね、はいはいはい。おう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 、はい、今さばき終わりました。こっちが、フライ、フライですね、はい、でこっちが天ぷら、はい、ゲソの天ぷら、こういうゲソの天ぷらですね。こうしましょう。はい、はい、ちょっと順番分かる。いや、分かりませんよ。え、最後がパン粉っていうとは分かる。